チョ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの晩ご飯の後のデータタイムはママドール食べましょう。ママ、ママ、ママドール、ミルクたっぷりママの味、ママ、ママ、ママドール。いただきます。あ、おいしい。これだけで十分おいしいけども、ミルクがあるとさらにおいしい。幸せ、おいしいね。懐かしい。おいしいわ。みちゃんとのね、思い出、まあ、福島のね、味、まあ、どうぞ。おいしいよ。最高です、ね。みきちゃんがね、持ってきてくれてね、初めてね、食べた時もう感動してさ。もちろんレモンも、薄皮まんじゅうもみんな好きやったんです。福島の、もうなんかね、あっちゃんの第二のふるさとって感じ。もう一個いただこう。二つ食べます。うまいね、このミルクは。見てこれ、きれいな、おいしいな。和菓子なんか洋菓子なんかわからん。勉強も運動もできたんですし、自分から見てやろう、プロ野球に行ったらできへんってことで、できる方って。おいしい。いろんなことが思い出されてね、何を話すかだね。この美味しさをね、もう口の中でこう噛み締めたいというか、口の中でこう広げて楽しみたい、喋りたくない。美味しい。もし俺やん。俺やん。電車乗ったらさ、息苦しくなる。嘘や、めっちゃやばいね。パニック障害、空気吸えへんじゃんってなってさ、早く降りてってなる。気づいてもうたらやばい、気づかれないんだよ。気づいてもうたらさ、頭クラクラしてくる、倒れんちゃうか俺って。美味しかった。やばいわ。大丈夫。めっちゃ幸せ。ママドールがね、やっぱりね、いいね。口の中は甘々やけど美味しいわ。ごちそうさまでした。ママドール美味しかったです。ではまたね、バイバイ。ちゃんとね、ママドールの紹介、もう紹介できないね。美味しいしか言ってない。もうとろけるしか言ってへんけどね。ほんまにママドール大好きな、ありがとうでございました。ママドールに気づいて。ママドールほんまに美味しい。ほんまに美味しい。うちの家族全員好きやからね。いや、美味しかった。またね、バイバイ。幸せ。